はい、えっとですね実は大晦日にね、えー、ソロキャンプ用のナイフ1本注文しました、えー、今までね、えー、使ってたナイフはこれですねあのラフライダーの RR066 ですこれもねもちろんあの全然 OK なナイフなんだけど まあ年末にね、別の動画でちょっとお話はしましたけど、これはまあ折りたたみ式の、こういうね、フォールディングナイフなんですね。で、まああの、このね、あのフォールディングナイフの場合こういうところに野菜くずが入ったり、肉汁が入ったりとかして、まあ洗うとね、水分ここ中残ったりして結構、まあメンテナンスっていうんですかね、取り扱いがちょっと面倒な時もあるのと、 ここにね、ヒルトが、前も、その動画の中でちょっと今ヒルト、まあ刀で言えばツバですね。ツバみたいなものがないから、こういう動きをした場合は、もしかしたら手がこう滑って、歯で、ね、ナイフのんで自分が指を,怪我指を怪我する可能性。指が滑っちゃった場合ですね。握ってる手が。まあ野生動物からこうキャンプ場で。まあないと思いますけどね。身を守りたいとか、そういう時ですね。だからこういうナイフは基本的にこういう動き。 横にこう動かす動きはいいんだけどつくっていう動きがあんまり向いてないというねであとまあこれはフォールディングナイフですからあの例えば薪を作りたいという時に縦にこうねまああのこういうこういうものを縦にこうこれは薪じゃないですけど定規ですけどねこれ縦に割,いちゃ割りたい場合にこうやって,って、まあ、こういうふうにねしますよねでここをなんか棒でポンポンポンって叩いていって割る場合にこれ。 このとことがねフォーディングなんで強度がないからそういうことやってるとまあ、崩れたりっていうことはありますよねだから折りた,たまないナイフが1本欲しいなということなんですね一つはねそれでまあこれはまあサブでもちろん持っててね全然 OK ですけどそういうことでもう1本買ったんですねでえー でねソロキャンプの前の20年前のオートキャンプの時ちなみに何か使ってたかっていうと今、ちょっと画面パソコンの画面映ってますけどこれビクトリノックスのラクサクっていうナイフなんですねこれを使ってました、実はでこのナイフがねソロキャンプ行くにあたってね探したんだけど出てこなかったんですねまあ、行方不明ですね、簡単に言っちゃうと <laughs> 自分の家のどこかにあると思うんだけどどうもわかんないですね これ使い勝手良かったです。ここね、ノコギリがついてて、メインのこのナイフの刃はね、ロックできるんですよ、これ。ロックのスイッチが、ちょっとこっち側見えないけど、反対側にここら辺についてるんですね。あの、落作の場合。このナイフね、ちなみにね、YouTuber で、ドイツ人の方ですね。で、YouTuber の方で、なんかあの、 日本語結構堪能なんですかね。まあ喋るのあんまり上手じゃないみたいだけど、日本語書いたりとかはできるんですよね。日本の YouTube のチャンネル持ってて、あの要はその森の中でキャンプしたりとかね、そういうの上あげてらっしゃる方一人いらっしゃるんですけど、まあ有名な方ですなんか。その方がね、あの、何本かナイフ、その動画の中で出てくるんですけど、このビクトリノックスの落作使買ってましたね、やっぱしね。だからこれ、まあ調理とか考えるとね、 まあそういっノコギリついちゃうっていうの結構便利でしたね個人的にはね値段見るとまあ結構5000円くらいするんですね値段ねいくらだ当時買ったのか覚えてないけどいいナイフだと思いますこれあのビクトリノックスいろんなねあのツルナイフいろんな種類のあるけど落ップはキャンプ行く人は向いてるんじゃないかなと思いますねとにかくメインブレードがロックできるっていうのはいいですよねあのいわゆるロックできないのはスリープジョイントって言うんですこれはロックできますこの ナイフの刃だけはこう開いた状態でカチって止まってロックを外さないとこう畳めなくなってますね。だからこれは結構ねいいかなと思うんですけどね。であれですねあのー、結局ねあのー、今回まあ折りたためないフィクスドナイフですよね買うにあたってまあ条件自分的な条件です。私ちょっとねあのまあ焚き火は基本的にやらない人なんですね。 で、焚き火をやらない理由っていうのについてはね、以前別の動画でね、えー、ちょっとまるまる10分ぐらい喋ってんですけど、その動画あんまり再生回数いってなくて、なぜかっていうと、それね、あのその焚き火があんまり苦手な理由っていうのを、あのー、キャンプ場で喋ってたんです、実は、えー。今川公園にね、っていうキャンプ場に行、えー、って。 2回ほど言ってるんですけど、2回目に行った時のその2の動画の中でずっと喋ってるんですね、その件について。だから、もしね、私がなんでその、今時ね、焚き火結構ね、キャンプの動画見ると焚き火やってる方もかなり多いですよね、実際ね。なんです嫌いなんですかって、こうあなたは変わってますねって多分ね、変わってるんだと思うんですけど、あの思われてる方もいると思います。それでその理由を喋ってますんで、ね、 こ,のこいつなんか変わってるけどなんか理由があるんだろうなってまあ不思議に思ってらっしゃる方もいると思うんであのー、それを知りたい方はねその動画を見てもらったらいいと思うんでそれね下の方に URL アドレス貼っときますえっとね再び今川公園キャンプ場その2だったと思うんですけどねそのね URL アドレス下の方に貼っときますそのなんで焚き火あんまり好きじゃないのっていう話をねまあその話はそれで。 で結局だから今回というか私がナイフキャンプキャンプナイフに求めるものっていうのは、まあ、調理が90%ですね調理がしやすいのが90%で残り10%はあのー、あれですねまああの今もちょっとね言いましたけど万が一災害とかで、えー、滝作ったりするのあんま好きじゃないけど作んなければいけなくなった時に使える 性能はあることでですねでもう一つがそのさっき言ったみたいに野生動物とか何かがもしかした来た時に身を守れることそれが 5%5% ぐらいですねそれで全部で100%になればいいかなというようなナイフの選び方ですねだから普通の方がねソロキャンプ用のナイフを選ぶのと少し違うかもしれませんあの私変な人でちょっと変わってますからだからねそういうちょっと変な人のソロキャンプ用のナイフの選び方っていうのを知りたい人ですね あの後編ではね、あのそのソロキャンプ用のナイフ、新しいの、来てると思います、実はね、大みそかに頼んだんだけど、年末年始はね、ネットショップが全部結局ね、あの仕事お休みなんですよさすがね。で、発送が5日ぐらいからになっちゃうって書いてあったんで、うん、来週の初めぐらいにしかね、ものが来ないと思うんですね、頼んでるナイフね。 そこでまた後編をねあのちょっとやりたいかなと思ってるんですけどね。うん、まあだからえっとあんまりね焚き火をやりたい人が選ぶ時のいわゆるブッシュクラフトナイフみたいなのをこうの話をね聞きたい人にはあんまり参考にならないかもしれないですね。例えばこう画面変えるとまあ一番ベストセラーのブッシュクラフトナイフっていうんですか焚き火をつくようなナイフってモーラーナイフ 要ヘザーシリックと焚き火を作るっていうんですかあの、ベストセーラーはこれですかねモー,ラモーラのあの、これヘビーデ,ィデューティー MG っていうナイフ、今ね、ネット、あのパソコンのページを映してますけど、それとかはまあ、こういうのかなバークリーバーのブラボーワンですかねこれは3万ぐらいしますね <laughs>、えー。結構お高いナイフですけど、まあこんなのが人気ありますよね。で、まああの、キャンプ場でちょっと、 ウッドストーブなんかで焚き火みたいなこととか焚き火みたいなので調理やりたい人はこういうウッドストーブね買われますよねこれとかまあこの辺も大体同じ形してますねあのアマゾンの、ね、ページ今ちょっと映してますけどねまああのー、私もねまあこういうの買わないですかって言ったらもしかしたら買うかもしれませんなんで買ったらね一応 もしかして、もしかしてようですかね。うん。あの、たぶんね、自分が行くキャンプの時にね、こういうの持っていかないと思うんですね、あんまりね。めんどくさがりなんで、一つはね、やっぱり。あの、シングルバーナーとクッカーでいい、いいなーっていう感じですか結局、滝を割って、これでこう、くべて、火をつけて、その後にね、まあ、あの、全部終わった後に、今度は灰が残るから、灰をこう、捨てに行ったりとか、 するのとかないしはもう捨てられないキャンプ場だったら持って帰るしかないんですかねはいもうね。あとこうこの辺ねこれ直火の禁止のまあオートキャンプ場多いでしょうから下にこうバットみたいな鉄のねアルミでもいいけどバットみたいなのも引いて水張ってあげてその目に乗せてればあの芝が燃えなくていいと思いますけどね。まあ ものすごくなんか知り合いで例えば山を持ってる知り合いがいて好きに使っていいよって言うんだったらこんなねウドストーブ持ってかずに石を組んでその炉みたいなやつ作ってあの焚き火本当にね焚き火やれる人もまれにはいらっしゃるのかなと思うんですけどね、まあ、普通の人はこういうのをオートキャンプ場持ってってこう、ね、芝が焼けたらまずいからこの下に金属製のバットみたいなのをてそれに水張ってると一番いいんですねあの芝が傷まないこのまま多分ね 置いちゃって火くべるるとと芝焼けると思うんですねだからこういうのはバットバット金属製のバットですね薄っぺたいバットに水を貼ってその上にこれ置いとくと芝が傷まなくて、ね、焼けなくていいかなと思うんですけどねまああの震災とかなんかがあってねあのカセットガスとかね オーディカみたいなもの全然もうないですよっていうんだったらの時のためにこんなの見たらまあ1000円か2000円ぐらいまでであるんですねまあ,あ使わないかもしれないけど1つ買っててもいいかもしれないですねそういう意味でこういうの買わないことはないと思います買うかもしれませんあのちょっと実験だけしてみようかなとか万が一用ですねそれはねそれでもし家だったらねあの ナタとノコギリのセットみたいなの Amazon で見ると売ってますね2000円くらいでね結構いいみたいですねそんなのでねだからナタとノコギリのセットも買ってこういうのも1個買って淀物置の中に入れとけば万が一何かこうすごい幸いとかで燃料が何もない時とかだったらね薪をねそれで作ってなんとかしのぐというのはできるでしょうかねただそれを<え>わざわざオートキャンプ キャンプ行った時やるかなって言われたらあんまりね面倒くさがりのも大きいですけどちょっと焚き火そのものが苦手ですかねうんだからそれやんないかもしれないけどまあということでね後編でねあのナイフ送ってくると思いますんでね名前ちょっとまだ伏せときます果たして私がどんなものを買ったかっていうのはですね、えー、ああやっぱりこれかってねあのナイフマニアみたいな人だったらわかるかもしれないし あるいは、えー、結局それかいみたいな、<laughs> ナイフかもしれないしまあ、それをね、楽しみにしておいてください。えー、ご視聴どうもありがとうございました。えー、ソロキャンピオンのナイフを買ってみた前編でした。